ここまで来たんだ。キリレスキーを元に戻すだけを。使用かな、俺も。おー、エペックスでするんですか。あ、アリティブラと思ってもいいか。頑張ってください。さあ、みんなで喜びを分かち合おう。お祝いだ。ここ、いい着地点になりそう。了解。強い武器、チャージライフルとかですね。チャージライフル強いですね。トーク、あとはハボックとかディボーションも普通に強いです。あとはウィングマンもなんか何もつけなくてもスカルピアスはついてるようになってるんで、 R99 も前と同じく強いです。お、キーンだ。結構あるんですね。結構ありますね。個人的には R3-1 はそこまで強くないと思います。ただフラットラインが遠くでも当たるようになったんで、フラットラインがめっちゃ強いんじゃないかって。殺人光線か。こっちへ行ってみよう。了解。シールド展開、シールド展開。仲間には指一本も触れさせないぜ。オールシールド展開。こいつは弾を通さない。仲間には指一本も触れさせないぜ。シールド展開。オールシールド展開。こいつは弾を通さない。シールド展開。シールド展開、ホームシールド展開。仲間には指一本も触れさせないぜ。仲間には指一本も触れさせないぜ。こいつは弾を通さない。こいつは弾を通さない。ホームシールド展開、
シールド展開、シールド展開、ホームシールド展開、シールド展開。仲間には指一本も触れさせないぜ。こいつは弾を通さない。ホームシールド展開。縛りプレイですか？しますんで、普通のプレイの方が好きというかなっていうかな。アイネルギアもそんだけあるんだったら、あ、僕ですか。やっぱハボックは結構刺さるんで、ハボックとディボーションがおすすめですね。モザンビークハンガーポイント来たけどどう思う？いや、あんまりおすすめしないです。ハンマーポイント自体装備が近距離用なんで、近距離用だし、しかももう片方の武器減らしてから倒さなきゃいけないんで、
そういう運用がちょっと手間かかるっていうのもありますし、そこまで良くないと思います。まあ、使ってる人もさっき言いましたけど、使ってたのは P2020 の方ですけどね。フレンドに1試合1モザビって言ってモザビ使う人いるんですよね。マジっすか。撃たれてる。新しいヒルリーダーには気をつけて。1試合に1モザビ。シールドリチャージ中。強いっすね、こんなできるなんて。シールドリチャージ中。スナイパーのスコープはないか。敵発見、こっちを探索しよう。あっちにケアパッケージが。40バーガー入ってる可能性がある。でも弱いんだよな。弱いんですか。マジですか。イルスターを発見。お、いる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 。
ネルギー音を発見。弾道の落下を最大限に抑えたいわ。チャージライフル強。今のは取り消してくれ。みんな次のビルに入ってくる。やばかねね。だだな、やっぱり。シールドをリチャージしてるところだ。ジップラインだ。
下いるの。下良くないでしょ。いける。別と戦ってる。よし、5回目の優勝やったー。朝まーす。あはすげえすっげえ、ジムで2012ダメージ取った。やば、写真撮ろう。ポチッ。